ファミコン全ソフト実況。どうもタムヤンです。今回もドラゴンスクロール元気にやっていきたいと思います。前回までのドラゴンスクロール、魔術書6冊目ゲットしました。残り2冊、こちらトゥードゥーリスト残り4つとなりました。湖から山へ移動したいと思います。残り2つの魔術書ねゲットしに行きましょう。魔術書現在前回ね取ったダンジョンにおります。23だからこの辺りですね。そして、湖の左下あたりから山に進めるみたいですね。山登りはお嫌いですか？続き、あ、カメラ映してなかった。山登りはお嫌いですか？行きましょう。さあ、だいぶ主人公フェナムもね強くなりましたからね。道中楽になるでしょうこれ。いや強い。この新しく取った杖が強いよね。全然いける。レベル11ですね。レベルタイミングのいい時に12になってほしいけど、いけるのか。あれこれなんだ、出口どこだ。こっちか、違うような気がするけど、あれここ違うような気がするな。どうだ、こっち合ってるか。ここを抜けて、まあ、デスルーラでもいいんだけどね。翻訳こんにゃく持ってないから分かんないな言ってることがね。さあさあ出てきました。いきなりずるいな。さあ左下に行くのはどうすりゃいいんだ。あ、こいつは一撃で倒せないんだ。青いやつね。あ、倒せるときと倒せないときがあるんだよね。なんかわかんないけど、当たりどころが良かったら倒せるのか、それともなんか体力あるのが2種類いるのかもね。外した。 OK。 左下どのあたりだろうね。いや、このゲームにも慣れてきましたね。やっとドラゴンスクロール、なかなか面白いじゃないか、面白いゲームじゃないかね。皆さんもよかったらね遊んでみてください。よくわからないこと喋ってる。ここかな、もうちょっと左かな、左下かな。あ、アイテムある。毒海液、あ、これ漢字で書くとポイズンじゃなくてなんか、読書の毒みたいですね。読書の毒に解除の解、毒海液。これでなんかあの喋る人のこと分かるんじゃようになるんじゃないの。すごい気になるけどちょっと行く前に毒海域してみたい。これ勇者よ真の姿、ゴールドドラゴンに戻りクロムドラゴンを倒すのじゃ。変身の魔法のアイテムを持っているか。どれなんだろう、変身のアイテム。わかんないけどな、いっぱい取ったからどれかなのかなえ、変身のアイテム、どれのこと言ってんだろう。いやでも言ってること分かるようになってよかったね。竜の鱗かな、どうなんだろうね。あとはまあ金じゃないとして竜の鱗ぐらいだよね。ドラゴンっていうぐらいだから分かんないけどね。
存知の方いればね、コメントをお待ちしております。いくぞ、ここだと思うんだけど。あ、来ました、山に、山登り開始です。いいぞ。さあ今回で山登り終えられるんだろうか。クロムドラゴンに会えるんでしょうか。行こう。うわ、何こいつでっかい顔。あ、降りてきた。マジか、あいつジャンプできるんだ。でっかい顔。なんかここなんかありそう。ないか、特になし。でっかい顔。これ、あ、山だから上に登んのかな。あ、なんか人がいたよ今。あ、逃したな。なんか気に、なんか入りたいねこれ。いや、でも行こうか。ちょっと待ってね。まあでも頂上目指すかね。一直線に行くぞ。ただ魔術書あと2つあるんだよね。おっと、山登りだから上に行けばいいんだろう。どんどん行く。あ、なんか強そうなやつ来たー。鳥的なやつが来たぞ。3発いるのかこいつ、強えな。 OK、 左は行き止まり。あ、宝箱なんかある。宝箱発見。あ、鳥だから飛んできたあ、やばいやばい、捕まった。オッケー、宝箱に一直線。飛んできた、やばい、くそ。オッケー、あ、竜の魔術書ゲットいたしました。オッケー、なかなか守備が固かったけどやりました。さあ、魔術書はあと一つ、闇の書。これがまあもう頂上付近にありますね。はい、行きましょう。もうマップはいらないよねこれ、ワールドマップ。あとは登るだけでしょう。行くぞ。痛い。あー、ちょっとそろそろレベルアップしたいな。なんかガーゴイルみたいなやつが強いんだよね。あ、誰かいる。なんだあいつ。私たちは魔術書を盗み出し、クロムドラゴンを蘇らすというとんでもないことをしてしまった。あ、3人の盗賊の最後のやつか。その重要さを知ってから恐ろしくてどうすることもできませんでした。ここに私の持っている闇の魔術書があります。どうぞお受け取りください。え？あ、これで魔術書すべて揃いました。あとはボスを倒すだけ。さあ、ちょっと左に書きましたけど、残すは魔竜クロムドラゴンを倒すのみ。ゴールドドラゴン、主人公フェナム、8つの魔術書を手に入れました。一体どうなるんだろうね。ワクワクするぜ、行くぞ。登れ登れ。回復アイテム出してほしいな。一回回復したい。隠しアイテムないかな。 MP も200あるからね。いっぱいいるな敵。 OK、 登れ登れ登れ。3発当てないといけないのがきついねこれ。おお、
こだ、こっちじゃないのか。痛い痛い、ちょっと待って、死ぬ、危ない危ない、ここか、どうなんだ、もっと上ありそうだよねこれ。え、ここが最上階か、あっちにあるぞ、飛んでくんなよ下のやつ。あ、いいタイミングでレベル上がったレベル12、マジックポイント最大値アップ、 OK。 あ、まだある、上、早いなこいつ、ガーゴイルめ、さあ上登って、ムシ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 、突っ込め、あ、ここっぽい、ここっぽいぞ、いけー、始まりました、痛い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 、なにこいつ、こいつも硬いな。さあ右か左か、始まりましたか、ラストバトル、左から行くか。わ、なんか広そうだね、さすがに。いった、戻された、クソ、痛い痛い痛い、ずるいなこの、この出現位置、レベル12、まあ途中でレベル13になったらいいけどね。あ、こいつら楽だね。お、宝箱、あ、宝箱で終わりか、ヒットポイント回復だったら嬉しいけどな。神なる目の魔力、魔力のパワーが復活か、うーん、意味ないよね、ホイミ、ホイミが欲しい。でもまあ左はこれで終わりだから、あと右だけだよね。足が速いなこいつら、この辺なんか隠しとかありそうだけど、早い早い早い、あー歩くの早い、なさそうだね、 MP ちょっと無駄に使いたくないから、よし、入り口に来ました、右だね、お、ま、全員倒す必要はないけどね、確実にやる、さあ右、ちょっと多い、敵多すぎ、あ、やばい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 、嘘でしょだいぶ削られたな。さあボスまで行きたいけど、お、ヒットポイント回復お願い、神なる目の魔力か、魔力いらんわ、 MP400 もあるんだね、でもな、もう無敵ぐらいしか使うのないよね、うーん、挟まれた、挟まれた、くそ、うまいことなってるな。さあ右か左か、あ、左ないね、一本道、今のところ一本道、あ、ま、やばい、また挟まれる、いやー、勇者よ、多くの経験を積み魔力を十分身につけてきたか、さもないとクロムドラゴンを倒すことはできまい、え、そうなの、やっぱ魔力残しておいた方がいいの、いやこれずるいわ、勇者よ、あ、これもういい、いや挟まれるのきついなこれ、まだ出てくる、いやもう勇者のその下りいいよ、入り口があって、あ、一本道だね、今のところ一本道です、あっと1体ずつ確実に、勇者よ、多くの魔力を持っていないとゴールドドラゴンでの最大の攻撃、魔力の炎を吐くことができないぞ、魔力残しとけっていうことか、ラスボス、クロムドラゴン待ってろ、上に入り口がありますね、さあ左は、あ、ここも一本道だね、
あ、ここでやられたくない。レベル上がりたいな。勇者よ。いやいや。あ、やばい。鳥飛んできた。危ない。やばい。ここでレベル上げたいな。いや、これ死んじゃうじゃん。嘘でしょ。無敵使うか。いや、でも MP 使ったらダメなんだよね。いや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 、死んじゃうよこれ。無敵使おう。無敵。いや、ここでレベル上がったら最高だけど、そんなわけにはならない。危ない。ぐわー。さあ、戻し作業をしましたけど、ライフゲージ2つしか残ってないよね。あ、MP も200しかないの？なんで？ 400 あったのよね。え？死んでも回復しないの？ MP。どういうことだ？無敵使う方がいいのか、これ。いや、これでも MP ないと、進めないけど、死ぬよりはマシだよね、これ。行こう。行け！無敵！飛ばして、どうだ。なんだここ。あ、フェナムがゴールドドラゴンになりました。ラスボス戦か。うわ、何これ。いきなりシューティング。 A ボタンで。あ、 MP 使えないのこれ。あ、 B ボタン使えない。もう MP ないんだこれ。ライフもないし。あ、自分から当たっちゃった。惜しい。しまった。このタイミングでレベル13。ライフの最大値上がりました。7つですね。もうせっかくなんで、ここからはみんなと行こうか。いやー、もうちょっと進んでから、山登りの途中でレベル上がっちゃったよ。くわ。まあこれ、クロムドラゴンと戦うまで魔力 MP400 ね。なんかね、さっき戦った時 B ボタン一発、なんか火の玉みたいなの出せたよね。それがね、一発しか打てなかったんですよね。なので MP 温存しておけば B ボタンが使えるみたいな。でもそれなくても A ボタンでね、戦えたから。避けて、よし、みんな応援してくれ。体力をいかに温存して、3度目の正直いけるかだね。あと全部戦う必要ないかっていうのもあるけどね。まあレベル14にはちょっともう厳しいだろうけど、確実に倒していこう。おっと、怖い。あー、これもういっちゃえ。ダメージ受けたけど、逃げろ、逃げて。あー、こっちじゃない。こっちじゃないよ。やばい。くそー、結構ダメージ削られたな。あ、これ怖いな。どうしようどうしよう。これ倒すかと。あー、ダメージ受けてる場合ちゃう。違う、避ける、避ける作戦でいく。あー、失敗か。3ダメージ、くそ。なかなか難しいね。勇者よはもういいんだよ。 MP、 いや、これ以上は削られたくない。体力、で、これでさっきんとこかな。あ、ここだね。 OK。 さっきは2メモリだったけど、3.1 メモリあるよ。で、ここで、無敵使って、MP 減らして、行くか、どっちかなんだよね。雨にしたら、なんかなくなるとかあるのかな。いやー、どうしよう。体力か、MP かってしたら、体力の方が大事だと思うんで、使います、無敵。で、
で次敵出てくるんだよね。いけ、ここで飛ばしてもう突っ込む。さあ勝負だ、第2戦。 MP も200ぐらい余ってるし、さっきより体力あるし、いけるでしょ。よし、食らわした。これほんで炎を吐いて OK。 じっくり見た方がいい。やつが炎を吐いて隙を見せたとこで、あ、もうない、もうない。いいんじゃない、安全地帯あるからね、サイドに。いける、ほら、ダメージ受けた。くわ、いやー、慎重に。あ、ダメージ受けた。嘘、嘘でしょ。マリウメ、このギリギリ当たるとこで、あ、いいんじゃない。よーし、あ、まだか。第2形態あったのが、嘘でしょ。第2形態端っこを当てる感じ、危ない。第2形態ふざけやがってこの野郎。サイドでちょっと当てる感じ、手が疲れてきた。あ、ダメージ受けた、やばい、もう限界。うまい、今のうまいよ。あ、なんかいいんじゃない。あ、やばい、ダメージ受けた。くっそー、第2形態があったとは。さあ、ボス戦3度目の正直いこうか。MP ね、なんか死んだら200スタートだったんだよね。レベルは13のまま、まあ無敵でいこうかな。無敵で体力温存。MP よりもね、ヒットポイントの方が大事だと思うので、ここでいけ。さあ、メモリ4、もう第2形態があることはもう理解したからね。あとサイド側にいて隙あれば攻撃みたいな。ノーミスぐらいでいきたいよね、第1形態。全然ダメだ。そう、ああ、ダメージ受けてる。甘くないよね。もう攻撃、 B ボタン攻撃成功。無理しない、無理しない。無理しない。無理しない。入って、収まった時に攻撃。これ入った時に。あ、ちょっと早くない？タイミングずらしてくるな。サイドで攻め気合い、あー、もう3メモリ、全然ノーミスじゃない。この向こう側があるからね。いや、くそ、あー、結構ダメージ受けてる。嘘だー、やっと倒したけど残り2メモリ半。ちょっと食い気味に攻撃重視でいくか。ダメージ受けたら、やり返せ。おらおらおら、どうだ。やられたらやり返せ。よーし、第3形態はないだろうな。やったか、魔竜クロムドラゴンを壁に封印しました。あ、これ盗賊の3人だね。ドラゴンスクロールジ・エンド、いかがだったでしょうか。ファミコン全ソフト実況、ドラゴンスクロールよみがえりし魔竜、最後までご視聴、お、何かあるのか、ありがとうございました。なんだあのお茶目な盗賊みたいな感じになってんのか。3人が
なんかまた盗みを働くんじゃないだろうかな。職業としての盗賊ね、私嫌いじゃないですけど、 RPG のね、こいつらはちょっともうね一番悪いのこいつらだよね。魔術書をね盗んでしまって世界を危機に瀕した盗賊たち。それで、あ、なんかまた運んでんのなんだそれ。最後までご視聴ありがとうございました。個人的には結構楽しめましたね。まあ謎解きが結構理不尽っていうのはねあるんですけれども、楽しめました。事前にね下調べして、皆さんよかったら私のね動画も参考にしていただければと思います。こちらおさらいしてお別れしたいと思います。ドラゴンスクロール蘇りし魔竜、魔竜クロムドラゴンを封印の書8冊で封じ込められてたのを盗賊がね、盗んでしまったという、まあ、ゼルダのようなアクション RPG というね第一印象で進めましたけど、まあドラゴンスクロールはドラゴンスクロールでしたね。情報は嘘もあるので参考にならない。どれが嘘かもちょっと判断できないからね。まあまあまあ難しかったですけども、マップが広くて無意味なダンジョン、無意味なダンジョンで遊びたい人はぜひねもっと長くね遊べるんじゃないでしょうか。今回はね全6回でねクリアできましたけども、本来もっと時間かかって遊ぶんでしょうね。そして、主人公フェナム最後シューティングにがラスボス戦というね、なんかねなんかのゲームに似てる感じもしましたけどもいかがだったでしょうか。パスワードコンティニューがあるので、途中でね、まあ、ね、忙しい社会人の皆さんなんかはね、一日でクリアはちょっと難しいので、パスワード。最後パスワード取りたかったね。ゲームオーバーにならないとパスワードがね、取れないゲームなので、まあまあ、よかったら皆さんご自身で挑戦してみてください。お手製。お手製ワールドマップ。簡易ワールドマップになっております。番号順番に行けましたね。うん。まあ、これがないとちょっと厳しかったですね。そして、トゥードゥーリスト。丸1から順番にね、取っていけば、クリアできるリストになっております。最後、ボスでしたね。27個目のチェックを入れて終わりたいと思います。それではまた次のファミコン全ソフト実況でお会いしましょう。さよなら。感想コメントお待ちして。